く晴れた天気になりました。フレッシュカップ決勝戦、中日ドラゴンズ対阪神タイガースのゲームです。解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞ。まずはドラゴンズの先発福谷、マウンドに上がりました。どんな投球をしてくれるんでしょうか。1回の表タイガースの攻撃、バッターは山崎。さあゲームが始まろうとしています。打ちました。打球はライトへ。ストレートのフォアボール、ストライクが入りません。ワンアウトから先制のランナーを出していきます。小宮山さん、どうでしょうかね。さあこれで決まるのか。打ちました、痛烈。これはどうだ。4番バッター外、ドラゴンズフォアボールをきっかけにピンチを広げています。さあ先制のランナーを背負ったこの場面です。ここはゲッツーを取るようなピッチングがありそうですね。初球打ち、まあ、1球で仕留められたのは大きかったですよね。まあまだ気は抜けませんから、なんとか無失点で切り抜けたいところですね。打ちました。先制のチャンスがあったタイガースですが、そのチャンスを生かせませんでした。西さん、初球から狙っていくことはやはり難しいものですか。まあ、しかし初球から狙うという気持ちが大事ですよね。しっかりとボールを絞って積極的にいくということは大事ですよ。その積極性を見せるんでしょうか。タイガースマウンドに上がるのは先発の岩貞。さあドラゴンズ打線相手にどんなピッチングを見せてくれるんでしょうか。京田が打席に入ります。相手を0点に抑えてこれから1回の裏に移ります。三振です。ワンアウトです。バッターは2番に入っている加藤。岩貞、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。打ちました。バッターボックスには3番マルティネス。ツーアウトランナーありません。バッターバッターボックスは4番ビシエド。ヒットでランナーを一塁に置いています。次が6球目、見極めてフォアボールです。さあドラゴンズ先制のチャンスを迎えています。まずは先制して主導権を握りたいですね。そうですよね。まあそしてこういう場面で打ってくれるバッターですから、ファンも期待しているでしょうね。はい。さあこのチャンス、痛烈、これはどうか。さあそしてバッターボックスには高橋が入っています。さあなおもチャンスで満塁の局面。まあしっかりつないでますんで、ここはしっかり得点しておきたいですね。なるほど、そうですね。いい当たりだ。ドラゴンズ先制しました。1対0。さらに満塁のチャンスが続きます。ここでリードを広げておきたいですね。さあこのチャンスでバッターボックスには7番のブライトが入っています。外の球打った。ドラゴンズ追加点を挙げました。2対0になりました。なおも満塁のチャンス。ここで畳みかけたいですね。さあそしてこのチャンスで打席には8番の阿部が入っています。ここで声をかけました。さあ注目しましょう。高め打った。ドラゴンズ追加点、3対0。リードを3点に広げました。こ
ここでリードを広げておきたいですね。さあこのチャンスでバッターボックスには9番の渡辺が入っています。ここで声をかけました。さあ注目しましょう。変化球打っていった、ドラゴンズ追加点を挙げました。5対0、なおも三塁二塁のチャンス。打順は1番に帰ります。バッター京田、まあ、序盤でここまで点差が開きましたけど、まだ何があるかわからないんで手を緩めずにいってほしいですね。さあ序盤から大きな差をつけていますが、攻撃の手は緩めません。打ちました。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。まあ、そうですね、やはり長打は避けたいですから、高めを少し見せつつも要所は低めを攻めることになりますね。なるほど、そうですか。バッター打球はレフトへ。バッターは注目のルーキー野村。福谷、まずは先頭バッターを打ち取っています。バットに当たりません、三振。バッターは DH 頓宮。ツーアウトランナーありません。インコース詰まりました。反撃したいタイガースでしたが、ここは三者凡退に終わっています。5対0、ドラゴンズがリードしています。2回裏に入ります。ドラゴンズの攻撃、バッターボックスには2番加藤。先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。引っ張った、レフトに上がった。バッターボックスには3番マルティネス。まあ、前の打席はストレートを打たれましたから、ここはストレートの使い方を考えたいですね。なるほど、空振り三振、2アウトになっています。バッターボックスは4番ビシエド。前の打席ではフォアボールを選んでいます。2アウトランナーありません。打ちました。この回ドラゴンズ3人で攻撃を終えています。2回終わって5対0、ドラゴンズがリードしています。3回の表追いかけるタイガースの攻撃、バッターは9番に入っているロハスジュニア。ドラゴンズ大きく点差をつけて序盤3回を迎えて、アウトコース打ちました。打順はトップに帰って山崎。先ほどの打席はライトフライに倒れています。打球自体はいい当たりでしたから、ここは注意した方がいいですよね。はい、そうですね。まずはま打ちました。3番バッターオスナ、前の打席はいい当たりのヒットでしたから、ここは注意しないといけませんね。そうですね。ヒットでランナーを一塁に置いています。さあこれで決まるのか。インサイド落ちました。これはどうだ。バッターボックス外、まあ、ドラゴンズとしては序盤から点差をつけてますから、思い切ったピッチングができると思いますけどね。なるほど、そうですね。3球目は何で来るか。このピンチは空振り三振。三振を奪ってピンチを脱しました。バッターは5番木下。前の打席はカットボールをうまく打たれましたから、今度はその使い方は要注意ですね。なるほど、組み立てのポイントになってきそうですね。振っていきましたが三振、ワンアウトです。打席には6番バッター高橋。先ほどの打席で先制のタイムリーを放っています。よく決めてくれましたね。ここは気持ちも乗ってると思いますね。はい、この打席も期待しましょう。岩貞、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。さあ5球目は何か。インサイド落ちました。これはどうか。打ちました。下がっていく、下がっていく、ぐんぐん打球伸びて
インサイド落ちました。これはどうだ。ここはランナー返せません。ツーアウトになりました。インサイド落ちました。これはどうか。ランナー出ましたがドラゴンズ得点には至りませんでした。3回終了5対0、ドラゴンズがリードしています。回は4回の表に入っています。追いかけるタイガースの攻撃、打席には5番バッター大城。先ほどの打席は先制のチャンスだったんです。打ちました、流しました、レフトに強い打球。この当たりはどうか。際どいが、あっとファーボールです。悔しさがにじみ出ます。これ本当にもったいないですけどね。はい、いい当たり。これはどうだ。ここは慎重にいきたいところですね。さあこの場面でバッターボックスには8番の頓宮が入っています。ジャストミート、タイガース1点返しました。5対1ドラゴンズ、なおも満塁のピンチ。バッターボックスロハスジュニア。ドラゴンズこの回1点を返されています。さあリードは4点と変わり、なおも得点圏にランナーを背負った場面。さあこの場面をどういうピッチングで切り抜けてくる。ドラゴンズここでピッチャーが変わります。満塁の場面でマウンドに上がったのは鈴木。バッターは9番ロハスジュニア。ドラゴンズこの回1点を返されています。さあリードは4点と変わり、なおも得点圏にランナーを背負います。空振り、ここはランナーを返させません。外野フライでも1点のケースだったんですけどね。はい、怖いバッターでしたが三振に切って取りました。満塁は打ち上げました。さあそして打席には岡林が入ります。さあ2アウトながらなおも満塁の場面が続きます。まあこういった要所を締めて切り抜けてほしいですね。なるほど、そうですよね。変化球打った、高いバウンドになった。しかしこの回タイガース点差を縮めていきます。5対1、タイガースが得点を入れています。ドラゴンズ4回裏の攻撃になります。バッターは2番加藤。先ほどの打席はレフトフライに倒れています。前の打席はパワヤという打球でしたよね。打ちました。バッターボックスは3番マルティネス。先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。前の打席はちょっとタイミングが合ってなかったですよね。ここはしっかりと修正していきたいですね。そうですね。岩貞、まずは先頭バッターを打ち取っています。バットに当たりません、三振。スリーアウト、チェンジ。この回ドラゴンズ三者凡退です。4回終わって5対1、ドラゴンズがリードしています。5回に入ります。タイガース打順よくこの回はクリーンナップから始まります。バッターはオスナ。今日はここまでマルチ安打を記録しています。で今度こそ引っ張った、レフトへ打球伸びる。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。まあそうですね、一発が怖いですから、やはり低め中心のピッチングになると思いますね。そうですか。さあバッテリーどう。初球打ち詰まりながらもセンターへ。打順は5番大城。さっきツーベースを放っていますからね。ええ、ここはより慎重にいってほしいですね。高めのボール打ちました。弾き返した打球はレフトへ。5回の裏ドラゴンズの攻撃。バッターボックスには指名打者の木下。先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。前の打席はインコース詰まりました。打順は6番高橋。まあここはさっき打たれたカットボールの使い方は考えなければいけませんね。そうですね。スト
ストレートのフォアボール、ストライクが入りません。ワンアウトからランナー出ます。コントロールが乱れています。得点圏にランナーを進めています。そうですね、ボールがよく見えてるんでしょうね。フォアボールで一塁に歩きます。まあ、フルカウントは案外ボール球を決めインサイド落ちました。これはどうか。中間守備で来てますから。外の球打った。ランナー出ましたがドラゴンズ得点には至りませんでした。5回終わって5対1、ドラゴンズがリードしています。回は6回の表に入っています。追いかけるタイガースの攻撃、バッターボックスには6番中村。前の打席ではフォアボールを選んでいます。高めのボール、バッターは7番野村。先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。まずはワンアウトを取っています。高めのボール打ちました。右中間に上がった。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。まあ、そうですね、やはり長打は避けたいですから高めを少し見せつつも要所は低めを攻めることになりますね。打ち上げてしまった。反撃したいタイガースでしたがここは三者凡退に終わっています。5対1、ドラゴンズがリードしています。6回の裏、ドラゴンズ打順よく1番から始まります。京田がバッターボックスに入ります。今日はまだ当たりがありません。ドラゴンズ打ちました。いい打球だ。レフトに大きな打球。さあそしてバッターボックスには加藤が入っています。さあ追加点の欲しい場面、まあ、この辺りで中押しできるとより戦いやすくなってきますよね。なるほど、そうですね。インコース詰まりました。ここはつなげておきたかったんですけどね、まあ、ランナー残っていますしなんとか得点につなげていきたいですね。3球目打ちました。これはどうか。さあそして打席にはビシエドが入ります。さあ2アウトにはなりましたがチャンスはまだ続きます。まあこういったチャンスでできるだけ差を広げておきたいのでね、ここはしっかりつなぎたいですよ。なるほど、そうですよね。高めのボール、打球はセンターへ。ドラゴンズサードランナー残塁に終わっています。6回終了5対1、ドラゴンズがリードしています。ゲームは7回の表です。追いかけるタイガースの攻撃、打席には9番バッターロハスジュニア。先ほどの打席最後は空振り、変化球空振り、ワンアウトです。打順は1番に返ります。バッター山崎、今日はまだ当たりがありません。鈴木、まずは先頭バッターを三振。打った。さあどうだ。さあランナーを置いてどう対処していくでしょうか。バッターは振ってくるカウントなんでもう少しボール気味でも良かったと思いますね。そうですね、ここで声をかけました。さあ注目しましょう。打ちました。いい当たり、センターへ打球伸びる。1点返しましたタイガース。犠牲フライを決めてきました。5対2になりました。ドラゴンズその差は3点になりました。変化球で空振りを取ります。3アウトチェンジ。しかしこの回タイガース点差を縮めていきます。5対2、タイガースが追い上げています。さあそしてここからはラッキーセブン、ドラゴンズの攻撃に入ります。7回の裏ドラゴンズの攻撃です。一方タイガースはピッチャーが変わります。畑がマウンドに上がります。バッターは DH 木下。先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。ドラゴンズリードで迎える7、インコース詰まりました。6番バッター高橋、前の打席ではフォアボールを選んでいます。ワンアウトランナーありません。三振になります。2アウトになりました。打席には7番バッターブライト、前の打席ではフォアボールを選んでいます。
ツーアウトランナーありません。打ちました。この当たりはどうか。この回ドラゴンズ3人で攻撃を終えています。7回終わって5対2ドラゴンズがリードしています。8回まで来ました。追いかけるタイガースの攻撃、バッターは4番ソト。今日はまだ当たりがありません。いや、アウトにはなりました。変化球空振り、まず1つアウトを取りました。さあ仕留められるか。変化球で空振りを取ります。バッターボックスは6番中村。先ほどの打席はレフトフライに倒れています。ツーアウトランナーありません。さあこれで決まるのか。三振になります。スリーアウトチェンジ。反撃したいタイガースでしたが、ここは三者凡退に終わっています。5対2ドラゴンズがリードしています。8回の裏ドラゴンズの攻撃、打席には1番バッター阿部。今日はここまで猛打賞を記録しています。いや固め打ちですね。当たってますよ。よく見極めました。フォアボールです。ノーアウトからランナー出ます。このランナーを返したい。ランナースタート、キャッチャー送球して盗塁成功です。ここでコーチが声をかけました。さあ注目しましょう。これでアウトを増やさずにチャンスに持っていく。打ち上げた。繋がらなかったですね。まあただね、チャンスは続いていますんで、しっかり点に結びつけていきたいですね。そうですね。さあ強い当たり、セカンド正面。さあそしてバッターボックスには加藤が入っています。さあ2アウトながらなおもチャンスは続きます。まあこういった終盤の追加点は重要ですから、この打席はしっかりつないでいきたいですよ。なるほど、そうですね。右中間へ、これは上がりすぎ。ドラゴンズサードランナー残塁に終わりました。8回終わって5対2ドラゴンズがリードしています。ついに最終回を迎えました。7番から始まるタイガースの攻撃、バッターは野村。先ほどの打席はライトフライに倒れています。ドラゴンズリードで迎える最終回です。ここでコーチが声をかけました。さあ注目しましょう。3ボール2ストライク、フルカウントです。引っ張った。現在のピッチャーの状態、まだ100球には達していませんが、多少きつくなってきたでしょうか。小宮山さん、どうご覧になりますか。まあそろそろ疲れも出てくる頃ですかね。そうですね。打ちました。これで3アウト、試合終了になりました。ドラゴンズが見事勝利を収めました。勝ったドラゴンズ、大きな今日は勝利になりました。一方のタイガースですが、残念ながら敗れてしまいました。ご覧のように今日のゲームはドラゴンズが見事勝利を収めています。今日の解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。